カ様。ちょっとぶつかりましたけど、ね、ぶつかったワープ中からぶつかってて気をつけて。ちょっと違う、まあいいや。元気でしたか？元気です。台風あれでしたね、大変でしたね。そう、風すごかったよね。え、カズさんとこは？うちあんまりね、雨はそんなでもなかったの。ああ、やっぱ都心の、うん、あの家が密集してるとこは多分大丈夫なんですよ。そっちは自分の知り合いも、うん、その中野の人も、はいはいはい、いろんな住宅街の方は多分カメさんとも大丈夫かな。そんなにそんなにっていう、なんか、ね、被害なかったみたいな。風がすごかった。ああ、まあ風はすごかったですけどね。屋根飛ぶぞって話して、うん、息子が屋根飛んだら俺が屋根になるとこわけかなって言って、じゃあ今から張り付いて、ね、男らしいですね意味わかんないよね。まあうちはでも大変でした。え、雨？周りがやっぱりこう、うん、隙間だらけなんで、うん、勢いがものすごくて、木の枝が飛んでくるので。雨より風？うん、雨風ですけど、まあ風ですね、やっぱ、ね、風の方が、うん、へえ。まあ大変でしたよ。揺れて、揺れました。揺れる揺れる。なんか怖かったですよね。なんかこのままどうなっちゃうかっていうね。来週また来るんだよ。またチャーミーの後が、うん、今朝何チャーミーって。チャーミーって24号に付けられた名前なんですよ、アメリカの。そうなの？あれ知らなかったですか？知らない。知ってます、知ってます。チャーミーって名前になったの？あ、そんな。チャーミーなんで。チャーミングな名前つけてんだよ。で、朝嫁さんが次またもう一個来るよって言うから、はいはい、ま、さこの前のがチャーミーだから、はい、次グリーンっていうのが来る。絶対今言うと思った。っていうね。まあ多分つまんないと思う。潜在化。つまんないと思う。潜在化。潜在意識の中でね。そうだね。うん、何も繋がってないっていう。潜在意識、いやいや俺らは繋がってましたよ今。絶対なんか今。シンパシー、チャーミングリーンって言うんじゃないかなって。てか俺今言おうかと思ったけど、あえてやめたからね。そのキャラクター的に言っちゃいけないかなと思って。言わなかったから、あえて。すいませんでした。あんね、婚活行ってきたんですよ。この前も言ってましたね。婚活行ってきたんです。結婚してんのに。一瞬ドキッとするわけですよ。そうですね。はい、結婚してるのに婚活にわざわざ行くってことは、これ結婚作業しに行くのかなっていう。じゃなくて、はい、でお土産買ってきたんですよ。お、なんて、うん、これなんですけど、ね、マジですか？これなんですけど、はい、婚活に行ってきましたよと。はい、どうぞ。ありがとうございます。これあのプリントクッキーって書いてあるけど、はいはい、実際はそのクッキーの中に、はい、本物のその昆虫のパーツが入ってるから。お、パーツが入ってる、うん、クッキー。そう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 。へえ。だから昆虫を食えるんだよ。へえ。クッキーの中にそのヤママユガの羽とか入ってた、入ってたとか。はあ。ちょっと痛いなと思ったらそのカブトムシの角が入ったりとかするから。なるほど。今日何ニヤニヤしてんだって何ニヤニヤしてんの？うーんって言いながらちょっとだんだんこの説明の口がこう開いてきてるからもう分かってますよ、もうこれはね、長いですけど。プリント、いや、本当に、なんだっけ、うん、コオロギだっけ、なんだっけ、なんかイモムシみたいなやつだっけ。え、なんだっけ、コオロギじゃないの、スズムシみたいな、なんか。そうかも。虫が入ってる、本当に虫が入ってるクッキーのやつもあったんだけど、はい、ちょ、それ持ってったら、カツさん、奥さんに殺されんだろうなと思ったから、殺されない。ちょっとやめた方がいいかなと思って、子供たちもほら、あんまり生の虫は食べたことないって言ってたから、うん、まああんまりっていうかないですよねだから一応、あの安全なね方にしときましたよ。ありがとうございます。はい、特別って何だっけ、上野のあの科学博物館っていうんですか、あれにあって、今やってて、はい、で行ってきました。行ってきました。ありがとうございます。いただきます。すごかったよ、昆虫いっぱいいて。あれってなんかこう、こう世界をこう回ってる人たちもいるじゃないですか、この昆虫って。はい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 、はい、そういうんじゃなくて、日本国内の。あ、でも世界の昆虫もいます。これどうやって集めるんでしょうね。いろいろ、うんとね、やっぱりその昆虫採集の人がいて、たちから借りて。あ、まあまあ、そうそうそう、そういうその
採集者がいっぱいいるんで。あ、そういうこと、うん、だ杉並でこの間やってたのもそうだけど、そういう人たちから借りて展示する。うその人たちも世界回って捕まえてるから。じゃあ合同展示店みたいなもんですね。そうですね、多分そうだよね。あれもね、いくつか提供者いるよね。すごいな、あの量一人の人じゃ無理だろ。あの後々それね、動画ダメだったんだけど、写真は OK だったから、あとであのうちらの曲とこう、うん、合わせて YouTube で出そうかな。ありましょう、ありがとうございます。次お土産、ああパート2、あるそのパート2、はい、おこれは何なんすか。あああの日あの時これはあえなんか何すか。LP1、LP2 EP で、なんでこれどう見て L に見えんだよ。今やってる E だよ、今やってる EP だよどう見たらこれ L に見えんだよおかしいだろ。パッとこれあのこうね、音楽のあれだと思って、はい、EP ね、エピソード1、2マジっすか、うん、今あのやってたんすよ。はいはい、あの夕方、夕方見たわ。いやいや、それで、うん、この前第何5話ぐらい、はいはい、ちょっと長くなっちゃいますけど、うん、全然いいですよ。あとでカットしてください。いやもう長く語ろうと思ってますから。あ、いやいやいや、はい、再放送やってて、やってます。で嫁さんが再放送やってるよ、うん、あの東京ラブストーリー大好きじゃんっつって、うん、何言ってん、えー、っつって、うん、なんで言ってくんないの。いやなでこれ奥さん殴っちゃったんですけど、いやいやいや、いつからやってんのっつったら、いやもう5日ぐらい前からかなって、こう5話からか、うん、はいはいはい、言ってよーって結構なんかなんで言ってくんのよーって、俺の東京きっかけの大事なこうね巡り合わせも、なんかこれ見てなければ来てなかったかもしれないっていうね。いやダビングしてくれたんですか。ダビングか録画してか、ほらちょうどあのあれ iTunes だよね、カズさんの iTunes 見て、なんで東京ラブストーリー入ってんのっていう話したじゃん。はいはいはい、でその東京に出てくるきっかけになったっていう話聞いてたから、はい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 、でちょうどその晩あのね夕方の、うん、再放送のドラマは、うん、撮る設定にしてるんですよ。あ、なるほど。で撮れてて、え東京ラブストーリーってカズさんが、うん、ね東京来たきっかけじゃん。じゃあ見ようって言って、見て家族全員で見たの。見たんですか。もう1話から全部。見ました。見た。まあね、今の時代から見ると、うん、うーんって感じですけど、すげえハマって見てたんだけどすごいハマって見てて、はいはい、あの三上は昔の俺っぽいなとか、うん、ああなるほど、うん、おそうなんですか。三上はどっちかっていうと俺っすね、イケイケな感じ でしたね。おで、うん、こういろいろ見てて、うん、こうなんのみたいな、最後まで見て、はいはい、みたいな、なんか1話2話が一番逆にああなんか最終回っぽいじゃんみたいなさそうなっちゃうのみたいな感じなんですけど、やってくれたんすか、はい、ありがとうございます。でカズさんあれ見てどうして東京出ようって思ったんだろうっていうのが、うんうんうん、あの未だに謎なんです。逆に誰に憧れて出ようと思ったんだろう。これはですね、はい、あの簡単なんですよ。うん、あの主人公云々じゃないんですよ、はあ、例えば上京して会社勤めて、ああいうかわあの、ね、赤なりか、はいはい、みたいな感じのね、うん、ああいう女の子と会うんじゃないかっていうことは全く考えず、まあ、東京にいる方は多分気づいてないと思うんですけど、その、うん、もう、 こう高層ビル街とか、はいはいはい、もうあ人のゴミとか、はい、ああいうのもとにかく憧れたんです。その東京の風景、うん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 、随所に出てくるじゃないですか、はい、人間どうのこうのじゃなくて、うん、絵がものすごいこう田舎の人から見ると新鮮なわけです。で東京の方は多分、まあ、うちの家の人もね東京出身だから、うん、まあ別になったことなんてことないわけですよ、風景は。まあ、いつもの通り、ね、そうね、その辺でやって撮影した、うん、あれはなんとか公園とかね、 あれこれ都庁前だなとか、うん、田舎の人間、当時は、うん、あの僕はもうすごい衝撃で、うーん、そう、まあ、こんな、まあ、あの織田裕二が住んでたマンションも、うん、こんなマンション住みてえなとか、うん、織田裕二じゃないんですよ、もうすいませんけど
マンションのあの感じとか。感知のマンションの感じ、あの間取りとか。感知のマンションの感じ。あの感知に僕が感知して。なるほど。でその時怪我してた怪我も感知した上で。怪我してたんですか。と思ったらやっぱり勘違いだったっていうね。三四、ね、段落ちっていう。まあそういうこともあって。はい。そういうあとその学校卒業した後の、うん、あのなんていうか大人のなんていうか大変だけども仕事が自由な感じというか仕事以外のそういう恋愛もそうだけど、うん、まあその、東京の云々かんぬんの後からその第2位か3位にその人間的なものが憧れて、うん、一番憧れたのはそのそういう風景ですよね。へえ、そうなんだ。そうそうそう、なるほどね。それだけです。簡単なんです、僕。もうなんか、さやかはね、カンチはなんて人間なんだって、と思ってた。ああ。ひどい。カンチはね。あ、どうなんですか、その。僕はカズさんから見て、じゃあまずカンチはどうなんですか。カンチはどうどうなんですか。総評的に。総評的に。総評は、やっぱ、まあ、最後の、うん、最後の方になってくると、はい、課長部長、うん、あの西岡さんが、はいはいはい、割とこう今のお前ならあの、うんうんうん、赤成理科を引き止められたのねっていう場面があって、うまくいったっていうことだよね、だからこうあの小田裕二もこう成長してきてるわけですよ、うん、でも最初の頃はこううじうじして、うん、物事も決められないとか、うんうんうん、恋愛もなんかちょっとこうなんかね優しすぎちゃって、うんうんうん、そこがちょっとこうまあ、その成長の過程を見れるっていうのもすごく実は、うん、第1話と最終話見ると分かるんですけど、なよなよしてるけど最後はもうピシッとした男になっていくっていうところがいいんですけど、うん、ただ優しすぎてもダメだなと、うんうんうん、あれね、長尾幹事は。なるほど、はい、と思いました。じゃあ理科と、うん、なんだっけ、さとみさん、さとみ理科は、ね、うん、はい、どうぞどうぞ。カズさん、里見選ぶでしょ。俺はそうですね。でしょ、うん、ほらな、そうそう、あのなんかどっちつかずみたいなのがちょっとこう、うん、いいなと思ってますね。いやだって奥さんもどっちかと里見タイプでしょ。あの感覚、いやーねー、うん、明るいんですよ。明るいって意味では明るい時間なんですよ。え、奥さん、うん、俺のイメージ里見ですよ、なんか話聞いて。あ、話はそうですね、うん、あのちょっとそういうね、感じかなと思ってた。性格はかなりかな。え、そうなんだ。ああ、もうなんか一部これカットした後でカットしちゃう。あんまりそれカットしなきゃいけないとこ後で喋ったみたいな。あ、はいはい、あ、じゃあ、じゃあ後でしょ。置いといて、うん、あの、はいはい、そうそうそう、赤なりか。へえ、そうなんだ。時折里見、俺カズさんは里見を選ぶんだろうなと思いながら見てました。おお、うん、で俺は、うん、あのあれだったらもう理科選びますね。おお、うん、なんか思いもよらないこう、はい、いろんなことが待ってそうじゃないですか。ああ、その里見だと、うん、想像つくんですよ。ああ、こうなってこうなるなっていうのが。理科はどっちにこう分からないみたいな。ああ、そこは期待で、うん、で自分もやっぱそのステップアップできるだろうなって思うんで、うんうん、お互い、うん、だからそれはなんか理科を選ぶべきだろうなって思ってずっと見てたんですよ。そんなにちゃんと見てくれたんですか。見てで、うん、最後としか理科でしょ。お、赤の理科っぽくない、パターン的に、タイプ的に。これ里見じゃないでしょ。あ、里見さんじゃないけど、でも赤の理科じゃない、破天荒ではないですよね。いや、破天荒だよ。いやいやいや、こう塩らしい。いや、何言ってんすか。日本人、いやいや、破天荒でしょ。破天荒ではない。今まで会った女性の中で一番破天荒だと思いますけどね。でもあの登場人物、あの基本あれは4人しか出てこないんで。そう、あれもさ、よくあの4人で回せたよね、あんだけストーリーを。すごいですよね、うん、今だったらもっと出てくるじゃん、キャラクターが。まあまあ6人から8人とかでね、後半こう加わってきたり、ね、そうあれはないんですよ。あとあの西岡徳馬と理科がもうちょいなんかもう一回会ったりとか、うん、
今はそうかも、ありそうだ、ね、そこをなんかすごくストレートに描かれてんなと思って、まあ原作は多分そういうあれなんでしょうね、サイモン・フミさんのね。でおこのりこと、じゃあ外見とろかずさん、外見で、あ、僕はそうですね、そういう当時はそう思ってました、そう思って見てました。だ友達は赤なりかがいいとか、まあまあ、まあ、ピンクレディーとケイちゃんミーちゃんどっちがいいみたいな、そういうちょっと幼稚な考えですかね。でもすごいそういうのも含めて、自分も含めてその東京以外の人たちは、なんであの番組がヒットしたかっていうと、そういうまあラブストーリーももちろんですけど、東京いいよなって思うんですよ、あのいろんな場面が出てくると。それで僕はいろいろ理由があってこう、ね、田舎から東京来たんですけれども、また帰っちゃったわけですよ、はい、でもやっぱ東京来てえなっていう時にズバーンとあれが始まったんで、これはもうやられたと思って、よし東京行きたいと、もちろんその音楽やりたいからね、ですよ、こう来たっていう、ただあれでこうノックアウトされたっていうね、しょうもないノックアウトでね、これね東京の人から見ればなんであれでね、状況のきっかけになるかなって思うかもしれないですけど、でも本当に自分、まあ今東京にいるからその、客観的に見れるんですけど、まあ、でもそういうきっかけをこう作ってくれたドラマだなっていうことで、なるほどね、ダビングしてくれたんですね。そうそうそう、絶対だからいや見てないだろうなと思って、ああバタバタしてたんで、なんかその状況的に言ってたから、いや見てないだろうなと思って、でこれも何も言わないで、だから見た見ないも言わずに、もしまあ撮ってたとしてもまあいいや、とりあえずディスクに焼いて持ってってみようぜみたいな、嬉しいっす。で今度なんかあれでしょ、スーツってドラマでさ、共演するんだよね2人が。あ、そうなんですね、20年ぶり。そうなんです、なんかあれ共演 NG だったらしいね、あその織田裕二側がだったかな、なんかそのイメージがやっぱついちゃうから、うん、あの共演 NG にしてて、あえて共演しないっていうことをやってたみたいだけど、まあこの度解禁ということで、はい、すごいですよね、うん、見ようと思って、あ、いや俺も絶対見ますよ。でそのこの時の脚本してた、脚本っていうか原作の方が今度のドラマ、脚本家。あ、そうなんだ、これがまた嬉しいですよ、そうなんです。あれ、あの小泉今日子のとかさ、なんだっけ、豊原さんとかのさ、なんか舞台、なんか今2人がツーショットでって言ってて、そのなんか舞台の演出な脚本が東京ラブストーリーのみたいな話が出てて、多分それの人なのかな。プロデューサーはほら誰だっけ、あ、そう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 、で、あのスマップで97年の1月1日にやったドラマがあって、僕が僕であるためにってドラマがあるんだけど、で、それ見てるとすごいその部分部分がシーンも同じだったりとか、あと中居くんがそのマラソンのランナーで、まああれその5人が駅伝で活躍して、でそれぞれのまあ道を行くわけで、やっぱりそれぞれの道行って、で中居くんはスポーツのその、 あの店で働くんだけど、あの社員になるのね、マラソンもやりながら、ハートスポーツなの、その名前が、おお、なんと、で香取慎吾の、まあ付き合ってるっていうか、その付き合いたいと思ってる女性っていうのが、ほのみさんなの、おお、あかなりかなの、へ、でそのみんなでこうご飯食べに行く中で紹介したいからって言って、その鈴木保奈美呼んでて、で喋ってて、で中居があのハートスポーツでとか言ったら、鈴木保奈美が、え、あの大企業のハートスポーツって言うんですよあ、その後成長したっていうね、そう、そういう設定なんだね、そのだから、あの全然違う役名なんだけど、
その話が出てくるわけですよ。だから俺見た時に、俺こっち後で見てるから、うん、ハートスポーツと思って、中井が働いてるあれじゃんと思って。で、なんかそのオープニングのとこでも人混みのとこで、はい、あの江口洋介が、ロン毛の江口洋介が、人混みのとここう歩いてるシーンあるじゃない。うん、あれ、キムタクがロン毛でやってんの。で、そのスカウトマンの役でやってんのね、それ。で、だからその辺も見てたから、あれ似てないと思って、したら、プロデューサーが、あのスマップのドラマを企画してんの。なるほど。ああ、そういうつながりで、わざとこういろいろ絡ましてる。だから、医者目指す役で、つって、はい、あの、なんか、千堂明穂っていうか、うんうん、はいはい、あれと、うんうん、その三上っぽいのが、うん、逆に稲垣と瀬戸朝香でやってたりとか、うん、ちょっとね、ちょっとそういう、もじってるとこ、そう、もじってるとこがいっぱいあって。ああ、それは知らなかった。そう、だから原作ってなんか死ぬ人いるじゃない、自殺する人がいるんだけど、原作、うん、本当の原作らしいんだけど、チラッと読んだだけだけど、でもスマップの方だと草薙があの事故で死んじゃうみたいなだったりとか、だからその辺もなんか原作もちょっと織り交ぜつつの、そういうなんか静岡から出てきてる子たちなのかな、そういう設定で、そうあるんで、だそれも見たのだから、もう一回完全版がネットにあったから、これ見た全部見て、でさらにみんなでそっちも見て、なるほどなるほど、なんか堪能してました。ですか、それはそれはもう、うん、いや本当に嬉しいです。そういうことなんですね。もうカズさんの謎がまた一つ。いやもう田舎もってそういうもんなんです本当に。いや東京に憧れるんですよ。で東京の人はじゃあどこに憧れるかっつって息子に言ったら、うん、アメリカじゃないってやっぱ海外、へえ、お前もう東京にいるんだから、うんうんうん、なんかやりたいってどこに行くっつったらやっぱ海外なんじゃないのって、行く行かないっていうか発想が、へえ、どっちかってだからあのあれなんだっけ、三重でしたっけあそこの、うん、彼らの、うんうん、実家っていうのが、うん、三重だよね、三重だよね、愛媛か、うん、愛媛だよくわかる、愛媛見たばっかりでよく覚えてます、ね、覚えてます、うん、柱にほら名前書く、そうですそうです、どっちかってああいうなんかこうなんだのどかなさ、うんうんうん、景色とか、うん、俺そっちに憧れるかな、へ、うん、意外とそうですか、アメリカに憧れるっていうのは、うん、なんかすごい最先端行ってる子だなと思いますね。すごいなって。例えば東京あのやりたいことがある時に、うんうん、東京でもしできないようなことは、うん、東京じゃ日本じゃないんじゃないかっていう、そういやそういう発想ですよ発想。俺どっちかってでかい昆虫捕まえたいとかそういう、うーん違う意味で海外になっちゃうかもしれないけど、ね。正直都会の方が田舎に行くともう1週間で多分飽きます、もうそうなん、不便で、不便とあといろんなそのあれがないこれがない、あ人間もあれだしこれだし、そう、ね、で田舎から来るとこあの、ね、飽きないんで、東京は、うん、東京にこだわって出てきたんですごいね、毎週そのスキーやってる時代は山行かなきゃいけないわけじゃない、うんうん、で虫探したい夏も山行くわけじゃない、うんうん、もう毎週その山に行きたくてしょうがないわけですよ、うん遊びに、うんうん、だからなんかその方が憧れてるから、うーんちょっと交換しましょうねアメリカに行こうと俺は考えなかったな、例えばその秋田から東京来る時のこの、うん、こうものすごい勇気がいるわけですよ、うん、田舎の人間は本当に田舎者だから、その勇気っていうのは多分東京の人が外国に行くぐらいの気持ちでこう来るわけですよ、全てをこう捨てて友達もしばらく会えない、親とももちろん会えないけど環境も全部変わるっていうんで、こう例えとして僕がよくそういう子供に言ってますけど、そういう覚悟が必要だっていう、そんなハードル高いんですか、と高いです、もうブルブル震えながらみんな来ますから、本当今の時代は今はどうなんでしょうね、今どうなんですか、でも近いものあると思いますよ、そうなの、うん、東京来た初日なんかもう寂しくて寂しくて、
あ、なんか泣いたつだよね。泣いたまでいかないですけど。泣いてた今。泣きじゃん。泣いてないですね。泣いてないですか。泣いてないです。永遠泣いて2日ぐらい泣いてたって。あ、それは多分ないですね。いや、本当そんぐらいでも泣いちゃうぐらい寂しかったですね。そうなんだ。はあ。っていうのはなんかこうやりたいことがあってくるわけじゃないですか。うん、で何年かしてうまくいかなかった場合田舎で帰んなきゃいけないという条件付きなわけです。そうですね、ほとんどの人は、はい、でそういうプレッシャーも焦りもあるし、でもどうやってこの やりたいことに入っていけばいいかっていうんで、うん、みんなこう今日東京に上京してるした人もいるわけですからね、うんうん、と考えると、はい、こういろんなこう、ね、頑張れみたいな自分一言言えないけど、うん、こう言いたくなりますよね。なるほど。じゃあカメラに。いやいや、まあ、そんなね、いや、そんな大それたことは言いませんけど、あ、でも経験者ですから、今日もこうして、こうしてる今日もこう、はい、いろんな人が来ては、ね、また今日逆に東京から田舎にうーん泣いて帰る人もいるわけですよ。うん、本当そう思うと本当こう頑張らなきゃなと思いますね。なるほどね。まあ、ちょっと黙っちゃいましたけどね、頑張らなきゃなって言ってまあどうでもいいですけど。それをじゃあ秋田の言葉で言うと。すごい恥ずかしいです。なんで恥ずかしいの？頑張れねばなっていう発音ですね。なんなんでしょう。いやでもね、なんか嬉しいです本当に。そういう戻りますけど、こういうきっかけをね与えてくださる。まあそれをまたこれ焼いてくれてっていうのはすごい嬉しいです本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。じゃあ僕らこれからちょっと日本じゃなかなか難しいんで、フランスに行きたいと思います。フランス。今からフランスにスワープしますよ。しましょう。はい。行きます。ちゃんと、はい、ちゃんとついてきてね。ぶつかったらこう、はい、バーン弾いてからちゃんとついてきて。ああ、オッケーです。行きます。行きます。はい、うわあ、フランス。